ジャパン、オープン、3日、埼玉スーパーアリーナ、浅田真央、25歳、中京大、が、ジャパン、オープンで復帰を果たした。1シーズンの休養を経て現役続行を決めた浅田は、トリプルアクセル、3回転半ジャンプ、を成功させるなどブランクを感じさせない演技を披露。強豪が揃った女子6選手中トップの 141.70 点をマークした。演技を終えた、浅田真央は、語った、ただ今です。復帰初戦で緊張はあったけど、日本チームの、みんなが良い演技をした。足を引っ張らないようについていこうと思った。久しぶりの試合で自分の気持ちをコントロールすることができた。演技内容は、初戦にしては今までのジャパン、オープンで、一番いい演技だった。この舞台で最後まで滑れて嬉しい。ほっとしてありがとうという気持ちで終えた。休養期間は、ここに戻ってくるまでの大切なパワーチャージの時間だった。休養している中で、たくさんの若い選手が頑張って、レベルが高かった。復帰するのは不安だったけど戦えると分かった。いい試合だった。1年間休養したことは考えないようにしてきた。試合のイメージだけ持って滑った。今日の精神状態は良かった。トリプルアクセルについて、特別なジャンプとは思わず、エレメンツ、演技構成に入る一つのジャンプとして練習してきたことが良かった。フリーで蝶々夫人を演じて、一人の男性を待ち続ける悲しい切ない物語、真の強い女性を演じたいと思った。自己採点は、見返してもっと良い演技ができれば、得点をつけるなら55点ぐらい、復帰戦にしてはいい演技だったけど、目標は昨年の世界選手権の状態まで戻すことが最低レベル、もっと上を目指せるという意味を込めて55点、次戦へ向けて、いい収穫ができた。この試合を終えたことで感覚が入ってきている。中国杯では、ショートプログラム、SP、とフリー、両方とも良い演技ができるように、目の前の一つ一つの試合をやっていきたい。